皆様こんばんは。31歳看護師、がんになりましたのハルヒです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、定期受診のために動画を撮らせていただいてます。朝なのでパジャマのままなんですけれども、すいません。これから定期受診に行ってまいりたいと思います。前回受診は、去年の令和4年11月の時が定期受診でした。でその時腫瘍マーカーの上昇はなかったんですけども、 CT 取って、腹水が少し溜まってるってことでしたので、先生の方からそれは、指摘を受けてます。まあ、その後特に体調は特に変わりなかったかなと思ってます。で腫瘍マーカーも特に上昇がなかったんで、4ヶ月に1回の受診って形になったんですけども、また今回よく見てもらえたら、どんだけ変わりがあるかとかで、ちょっと再発なのか再発じゃないのかとか、まあ、そういう いろいろね、変わってくるかと思うんですけども、多分大丈夫だと思うので、はい、元気に行ってまいりたいと思いますので、皆様またご報告いたします。よろしくお願いします。すいません、声がガサガサです。令和5年の3月8日ですね、4ヶ月ぶりの定期受診してまいりました。特に採血データ上、腫瘍マーカー異常もありませんでした。その他も異常がなく経過しておりました。次回は7月にまた4ヶ月空けて、受診に行ってきます。その時にまた CT とかも取りますので、皆様にいいご報告ができるようにと思ってます。で今回、あれですね、私その子宮とか卵巣とか卵管とかリンパとか、まあ、その周りの筋肉とかもちょっと取ってるんですけど、まあまあ、子宮とか卵巣卵管取ってる兼ね合いで、どうしても女性ホルモンが、まあ、低下してしまうっていうことで、更年期用症状が出始めたんですね。最初はその更年期用症状のために漢方を飲んだりとか対応してたんですけど、やっぱそれでも抗がん剤始めてからホットフラッシュがひどくなってしまって、エストラーナテープというテープを、まあ、女性ホルモンのパッチなんですけど、2日に1遍貼り替えのを、まあ、ずっと抗がん剤やってる間も貼ってました。ただやっぱりそれだとどうしても貼る場所のところでテープかぶれが起きてしまったり、剥がれやすかったりところで先生に相談しました。そしたら先生というか、そこに一緒に居合わせてくれた看護師さんの方から、ジェルがあるよって、腕から、まあ、肩から手首のところにまでかけてのジェルがあるので、それどうかなっていうことを提案していただいて、今回ジェルの方に、テープから変えていただきました。なのでこれからまたそれでどうなっていくかなってところを経過見ていこうかと思ってます。使用した感じとかそういったものは後々また動画にできればいいかなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。またこれからもこのように定期的に動画を上げていきたいと思いますので、また皆様よろしくお願いいたします。いつもちょっとカンペ見てなかったり、こう頭の中で文章を構成して話してるので、つまずいたりとか言葉が変だったりするんですけれども、ご了承ください。それではまた。